矢田介と後藤香菜の一丁やりませんイエーイ、はい、今日もじゃあお悩み相談乗ってあげましょう。はい、はい、では今日のゲスト来てください。どうぞ。お願いします。どうですか。はい、それではですね、付属している5名とお名前を以上お願いします。コアナスイタ店の、社員の原と申します。よろしくお願いします。お願いします。爽やかですね。爽やか。どうする？しょうちゃん。あ、いいね、いいね。しょうちゃんにしようか。しょうちゃんって呼ばせていただきます。しょうちゃんの今日のお悩み教えてください。友達とよく飲みに行ったりするんですけど、めちゃめちゃ飲みに行ってお酒弱いんですよ。あら、かわいい。めちゃめちゃお酒が弱くて、絶対に友達と飲みに行ったら最初に絶対潰れてしまってるんですよ。はい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 。だからどうしてもめっちゃ酒は強くなりたいんですよ。あらね。そう、そのちょっと悩みを相談したいなと思って。あそれこそお酒強い強くないはやっぱみんなそれぞれっていうか体のどんだけアルコール分解ができるかの問題だから、すごい理科みたいな。なんか入ったらなんかお酒が強くなるみたいな聞くんですけど、僕吐けないしなんですよ。入っても喉に突っ込むんですけど、唾液しか出てこない。え、それ自分で突っ込むんですか。自分で突っ込みます。あ、じゃあめ、ダメダメ。友達に突っ込んでもらうのよ。え、そうなの。友達にはやってもらったことない。結構このぐらいまで行きますよ。入れてるね、入れてる。唾液しか出てこない。いや、私も吐けない人やからすごいわかる。でもそれってじゃあさ、あれ吐けるまで飲んでないんじゃない。いや、飲んでます。もう記憶なくなるまで全然飲んでます。そうなんだ。牛乳を行く前に飲んでからみんなに飲むとか、それこそヘパリーゼとか、ああいうものを借りて。ちなみにそのヘパリーゼも飲んでるんですけど、二日酔いにならんために飲んでるんですけど、やっぱり一番最初に記憶がなくなるタイプの。一番好きなお酒なんですか。シャディガフです。あ、一番です。そこがパリピじゃないね。と、あと、イエガーも好きです。あ、イエガーもね。あ、イエガー。あ、そうなんや。まあ、わかる。テキーラ飲みにくいですね。イエガーは、イエガーを逆に飲み続けたら、イエガー飲み。イエガー飲み。ボンビンやったら、どんぐらいいけます。え、一本ボトルを全然いけます。あ、いけるんや。いけるんすけど、もう記憶飛んでるから、一本飲んでると思うけど、もうそこでなんかもう何してるか分かれへんみたいな状態。一本飲めたら十分じゃない。香りが強すぎるだけじゃないですか。そう思う、そうやね。ゼッキリがね、一本飲んだら相当強い。相当強いと思う。潰れてもさ、そこまで楽しめてるやんか。潰れてもよくね。いや、でもどうしても強くなりたいです。なんか他の女性の、女の子と遊びに行くときも、なんかさっき弱かったらダサいじゃないですか。いや、そんなことないよ。逆に同じペースで飲んでくれてる方がいいかも。そう、うん、そう、変にピッチバーって行かれたらこっちも頑張らなんてなっちゃうよ。弱い無理をするってことですか。弱い。年上の女性にすごいモテそうな感じです、うん、そうです。だからもう弱い振りをして精液残して、それ後で行こうとしてる。もうスリープモードになってしまう。ピンクモードって飲んでも立つの？全然もう気になっちゃう。気になるね。あかんな思いながらもイケメンのさ気になるよね。そういうね、そう事情ね。お事情気に入れてもらうの。毎日飲んでたりするんですか。毎日は飲まないんですね。あ、毎日飲んだらいいんじゃないよ。なんかそのお酒強い人のお話聞いたりすると、毎日言うたら飲んでアルコールのなんか、なんやろ、あれを強くするみたいなの。それこそうちの父親がお酒弱くて、なんかみんなよりも先に潰れてたっていうので、毎日毎日晩食で言うたら焼酎を2杯ずつぐらい飲んでました。苦手なお酒が結構あるんだね。じゃあ ね、 でもまあそれは無理にも必要だしね。好きなお酒を一生飲んでたら、毎日飲むように
ってこう適応能力分からへん、なんか言葉が出てこないけど、なんかそういうのをなんか強くしていったら必然的に、まあ、お酒飲んでも、まあ、強くなるのかな。やっぱりなんか私ももともとめっちゃ飲んでて、20代前半の時とかイベサーやってたから毎日飲んでたけど、今も全く飲まないから、正直缶チューハイ1本飲めないですよ。その途中でしんどくなっちゃうから、その1本無理でも好きなお席やったら2本目ぐらいまではいけるから、好きなお席を結構適量飲むというか、別に飲み会とかなくてもありかもしれない。一緒に飲んでこうトレーニングしてみてはどうですか。わかりました。弱くないもん、うん、聞いてる限りでは全然弱くない。強いよ。いや弱いです。守りがじゃあ負けもじゃあ、はい、挨拶しましょうか。はい、いいですか。すっきりしました。はい、すっきりしました。早川さん、はい、じゃあ、あれやってくれます。はい、いきますよ、せーの、さようなら、さようなら、ありがとう、ペコリ、バイバーイ。この番組は貴校な大阪北摂エリアご協力のもとお送りしております。